日本未対象が芋のアーチェリー連盟は21日、東京パラリンピック24日開幕の日本代表メンバーに重大なコンプライアンス違反があったとして当該選手がパラリンピック出場を辞退すると発表した。選手名は公表していないが、男子の長谷川隆弘、32日本テレビ、だったことが判明。 所有者に無断で競技者の複数台の弓に触れる行為が認定された。全日本アーチェリー連盟の安全規定では殺傷能力を持つ道具を扱う競技で安全に関する大原則に反し、選手自身の怪我及び暴発による事故を招きかねない行為と規定しているという。選手は日本身体障害者連盟による聞き取りと調査に対して規定違反を認めて反省。 東京パラ自体の意思を示し、同連盟はことの重大性と本人の意思を尊重して出場自体を受け入れたという。大会3日前という状況での騒動に連盟は謝罪。再発防止に取り組んでいく意向を示した。